地愛知県豊田市のご当地アイドル豊田の星スタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新生堂セントラルパーク店にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、2月13日に発売されるスタート8枚目シングルご当地ソングの発売まで、残すところリリースイベントが当日と、はい、ここで最後ということで、あと2回です。早いですね。早いです。発売日までめっちゃあっという間です。ちょっと通りがかりの人を初めて見る方も多いと思うので、はい、少しだけ紹介させてください。私たちスタートは愛知県豊田市の元気と魅力を全国に発信しようをキャッチフレーズに、豊田市内を中心に東海地区全国でイベントやライブ、ラジオ、テレビに出演しています。全員豊田市在住の16名で、下が12歳から上は24歳まで幅広い年代で活動しています。今日の7人の自己紹介をしたいと思います。はい、あーちゃんこと荒崎あやねです。はい、なーちゃんこと牧野なぎさです。はい、みそらです。はい、みおみおこと伊勢みおんです。はい、くいぴょんこと笹原しずくです。はい、ゆりやさんこと島崎ゆりやです。はい、あかりんこと和久田あかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今カメラをたくさん用意してくれてる方もいるんですけれども、はい、撮影写真動画ともに OK となっております。ですね、ご当地ソングのリード曲のご当地ソングと収録されている私たちの散歩道を披露するんですけれども、それに関しては2月13日の発売日以降にならないと公開は NG なので、SNS などにアップは禁止となってます。気をつけてください。その他の曲は全然 Twitter や Facebook など上げてみてください。そしてですね、ここ声出しが禁止となっておりますので、皆さんよかったら手拍子で応援してください。そして歩いてる人たちをこっちに連れてきて、ここの広場をパンパンにしてください。はい、それでは早速曲に行きましょう。それでは2月13日発売スタート8枚目シングルです。リーダー曲聴いてください。ご当地ソング、we'll be right back.
私たちの散歩道。トヨタ縦断リリーベツアー開催記念トヨタをもっと知ろう
縦断リリーベツアーが始まります、はい、豊田市7カ所を巡るんですけれども、市内とも、と市内と思って侮る中で、もうさっきダメだね、やっぱ言っちゃった、ね、侮る中で、はい、一番離れている高岡コミュニティセンターとどんぐりの里稲部はなんとですね60キロ近く離れています。はい、これまでのリリーベで各地を紹介してきたんですけれども、このコーナーも残り2回ということでリリースイベントツアーを行う施設または周辺をピンポイントで紹介していきたいと思います。それでは順番にいきますね。1カ所目、はい、もう来週です。2月16日土曜日13時開演の聚楽荘小原地区です。聚楽荘の魅力言える人。はい、ここだけ、はい、入場料800円かかるんですけど、はい、違うの、なんと温泉に入れるんです。イエーイ。あんま響いてない、ね、響いてない、そう、もう覚えちゃったんじゃない。私たちもね、はい、合宿で、はい、ずっと前のことがあるんですけど、うんうん、なんか練習した後の体に染み渡ってるね。完璧じゃない？完璧。やってみて楽しんだ後にね。そうそうそう。最高。はい、基本的にトヨタ縦断ツアーは無料なんですけれども、ここだけ今何か言ったように800円かかるんですけれども、温泉が入れるということで、日帰り温泉の利用時間は10時から15時です。施設に入れます、ライブの会場は12時半なんですけれども、よろしければね、先にちょっと早めに行って温泉に入って13時からスタートライブを見るっていうプランもありかなと思います。私たちがライブしてる間、みんなの頭から湯気がパーッと出てくる。朝がポカポカだよ。マジ？そう、ポカポカで。それ羨ましいな。はい、食事もできますし、お土産もいろいろ販売してます、うん、トヨタ小原に来た記念にぜひトヨタ土産を買っていってください。聚楽荘はもちろん宿泊もできるんですよ。最高。なので、そう、前日から泊まっても後泊するのもありなので。最高じゃない。しかもね、宿泊だったらね、施設の料理を800円いらないんですよ。ありがとう。そうなんですよ。宿泊したら800円いらないので、ぜひね、余裕のある方は泊まって、ライブ見て泊まってっていうトヨタを満喫していただけたらなと思います。はい、それでは2カ所目、2月24日日曜日17時開演の高岡コミュニティセンター、高岡地区になります。ここはいわゆるコミュニティセンターなので、施設自体には特別何もないんですけれども、隣に古い民家を移築した無視化会館っていうものがあって、見学もできます。スタートも撮影会をしたことがあります。あります。覚えてますか？え、運動会？運動会じゃない。え、ちょっと和風チックな。そうそうそう、だいぶ昔。ああ、思い出した。やったね。そうなんですよ、CD の多分複数枚購入特典だったんですけど、日本庭園みたいな、そう、ところで、うんうん、でも見学できるので行ってみてください。そして高岡地区有名な観光スポットってあります？わかりますか？はい、はい、はい、どうぞ。すごい、ご飯の話になっちゃうんですけど、美味しいラーメン屋さんがあって、近くに、はい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 、サンキューラーメンっていうラーメン屋さんがあるんですけど、このラーメン屋さんはね、はい、あかりんが、はい、星めぐりの街っていう小林念二さんが主演の壇蜜さんとか、壇蜜さんの豊田市の題材のね、そうで撮った映画があるんですけど、若田も出ててね、あかりんがそのラーメン屋さんでご飯食べるシーンがあって、そう、それでも使うし、何回か行ったことあるよね。ある。3、4回ぐらい普通にご飯食べに行ったことがあるから、はい、ちょっと離れてるんですけど、駐車場もあって、夜遅くまでやってるので。そう、夜遅くまでね、たまにライブの後とかにご飯食べたいって言って、あったね、そういう時期めちゃめちゃ遅い時間に連れ回してました、すごく美味しいから、ね、サンキューラーメン秋葉屋があります。そしてですね、高岡地区和菓子の大宮さんっていうところも市内では結構有名な和菓子屋さんになってますので、ぜひお時間ある方行ってみてください。そして3カ所目、もう3月です。3月3日日曜日10時開演の鈴屋アスケ地区。鈴屋、はい、アスケの有名な観光地。観光地、観光地なんでもいいよ。はいはい、はい、じゃあ自信なさそうなみそらちゃん。アスケはタンコロリンが、はい、
かわいいやつね、サンコロリね。火をつけるんですけど。好きだよな、それ。サンコロリ。全然伝わんないよ、それじゃん。なんか悪い子みたいな。筒のね、筒のね。煙突状の、何でしたっけ、煙突状、すごい説明したじゃん。煙突状の、あれよね、あれよ、あれに今流行りのインスタ映えの火をつけて、こう道の端とかに置いてあって、キャンドルみたいな、そうそうそう、キャンドルじゃないけど、ランタン、ランタン、ランタン、そうそうそう、タンコロリっていうやつがあって、めちゃくちゃ綺麗。はい、あとははい、ごへーだ、トキョ、スーパーのひなさん、あー3日だよね、今日ね。ちょうどおひなさんに見れる時、そう、街中に本当おひなさんがいっぱい飾ってあるので、見たい見たい、はい、インスタ映えできますね。見たい。あとははーい、はい、こちらね、コーラン系、おお、弱々しいコーラン系、おでかいやつ来た、あ、と言ったらコーラン系ですね。あ、じゃあミオン、あげてコーラン系だって、ドヘイ餅カンペ入りました。ドヘイ餅よ、ドヘイ餅美味しいんですよ。はい、コーラ系の中にもあったりしてね、うんうんうん、とってもいろんな味があるので楽しめると思います。はい、はい、そして4カ所目、3月9日土曜日17時開演の高橋コミュニティセンター、はい、ということで、高橋、あれですね、豊田市駅から言うと、あの大橋を渡ってスタジアムの方に、そうそう、スタジアム行った方なんですけれども、はい、おすすめある人、はい、はい、おお、いっぱい上がるね、なんちゃん、あ、なんちゃん言っていいじゃん、あれ、いいよ、なんかリスタートの、はい、あの短編映画で、はいはいはい、私、影の煩、ホラーやったんですけど、はい、ホラー映画を撮った、そこで使わせてもらった、はい、あのレクラドリールっていうめちゃめちゃおしゃれなお店が、そうそう、はい、レストランだったんですね、そうそうそう、カフェみたいな、あるあるある、あそこめっちゃおしゃれだった、ね、なんかでも撮影でその場でクリームブリュレを、うん、はい、キレイボーってやってくれてすっごい美味しかった、めちゃ美味しい、ね、あそこおすすめです、めちゃうこ、はい、いいよそれのつながりちゃうんですけど、はい、あの割と町の方なんですね、その、あ、そうだね、そうだね、駅から行けるんですね、そうそう、駅から近い、割と町の方だから本当にいろんなご飯屋さんがあったり、それこそイオンがね、うん、あるね、イオンの高橋イオンっていうのがあったりするので、な、結構困らないよね、あそこ多分困らないね、うんうん、何でもある、何でもある、ガソスタもあるし、ガソスタアイス、アイスのお店、最近車取ったからね、そうそうそう、車取ったからね、私以降おすすめがあって、あのメイニャグーっていう二郎系のラーメン屋さんがあって、メイニャグー、そう、めっちゃ美味しいです。前食べに行ったのメイニャグー、うん、多分何回か連れてってるよ、美味しかった、なんか量がすごい、そう、ホルモン二郎ラーメンとかあって、もやしドレスでボリューミーなんですけれども、ぜひぜひいろんなとこあるので行ってみてください。はい、言い残したことはないですか、はい、はい、ないです、はい、トヨタ縦断リリーフツアーではお待たせしました、ニューシングルご当地ソング収録曲4曲すべてパフォーマンスします、イエーイ、昨日発表したオイレンのカバーバージョンはお子さんと一緒に踊ろうっていう企画もやります、撮影可です、もちろん、ただし開催地によっては撮影エリアを設ける場合もあるのでご了承ください。7カ所全部回ると素敵な特典もありますから、ぜひ一緒にトヨタを巡りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではライブの方に戻りましょうか。ハローグッバイ。
だから笑ってね。
最後の曲です。聴いてください。2021
しい愛知県豊田市のご当地アイドル豊田の星スタートでした。ありがとうございました。ありがとうございました。リリースイベントありがとうございました。ミニライブ終了してこの